で、これが3つで1000円ですね。食パン、クロワッサン食パン、こっちも美味しそうですね。2個が丸ごと1つ入って、今3、4、5が残りご用意になります。こちらがですね、フリッツ専門店のマルゲリータになります。はい、それではですね、今日は赤レンガでやってるパンのフェス2022に来てみました。3月11日、昨日からですね、金曜日から明日13日の日曜まで3日間の開催のようです。今日はですね、今14時過ぎで、あの無料の時間帯なんで結構並んでますね。だいたい30分ぐらい並んで中に入れたという感じです。それではちょっと一回りしてみたいと思います。結構もう並んでます。人気のお店は結構並んでるので、なかなかどのお店で買っていくか迷うところです。で、こちらフリッツァ専門店セモア、こちらのですね、マルゲリータとクワトロというのを買ってみたいと思います。マルゲリータ、はい、で、これが3つで1000円ですね。はい、ありがとうございます。ここはマダマスマカダミアイチゴのパンとかクロワッサンがありますね。それからこちらは八ヶ谷ブレッド、美味しそうだ。ここは富士山の形の食パンだそうです。ここはメロンパンとかクリームパンですね。これも美味しそうですね。ここはカレーパンみたいですね。なかなか美味しそうです。ここはなんかアンパンですね。美味しそうなアンパンです。こちらは食パン系ですかね。昨日広尾で取り上げてもらったのはこれで、やっぱりこれちょっと普通のパン屋さん作れないと思うんですよね。あの一回ブリオッシュの生地で包んだ後にさらにもう一回クッキー生地のちょっと硬い生地でくるむので、二重に2層になってて、あ、じゃあこれにしよう。はちみつも2種類入ってるので、かなり、はい、美味しいですよ。この丸ごとリンゴのあの蜂蜜のやつは、はい、はい、これで、はい、はい、ありがとうございます。1000円になります。ベーグル、これはあん食パンから、こちらはカヌレですね。これはクリームパン、カスタードキャラメル。トロパンです。じゃあこれ温めて、はい、ありがとうございます。お願いします。860円です。温めです。はい、250円でございます。はい、はい、こちらはですね、入場制限のないエリアですね。自由に入れる感じになってます。ここはまあいろんなあの関係のお店があるみたいな感じですかね。パン屋さんではないんですが、いろいろあります。はい、こちらはですね、あのビールも飲めるみたいです。この辺で食べて飲んでいけるみたいです。じゃあちょっとここでおつまみケバブも買ってみます。はい、それではですね、
これから食べ始めてみたいと思いますが、一応今日買ったのがこちらのマルゲリータとクワトロとブルーベリーカスタード、それからですね、これはケバブのつまみですね、あと丸ごとリンゴのパンと、こちらがなんかウインナーのチーズのロールですね、パンですね、それからカレーパンということで食べてみたいと思います。はい、それではですね、これがクワトロフォルマッチですね、フォルマッチですね、まあ、中身はこんな感じでウインナーとチーズですね、ちょっと食べてみたいと思います。なかなか濃厚なチーズの味とウインナーとパンも美味しいですね。こちらがですね、パンの日さんの丸ごとリンゴが入ってるパンらしいんですが、どんな感じですかね。ちょっと周りが硬い生地で見えますか。ちょっと中身がちょっと剥いてみますけど、これでこの中がリンゴになってます。それではちょっと崩れたんでガブッと食べてみたいと思います。うん、中がリンゴで、あ、美味しいね。周りはカリッとしてます。はい、こちらはですね、あっぱれカレーパンということで、中身をちょっと割ってみますね。わ、卵の黄身が入って、卵のゆで卵ですねが入ってる感じです。それではちょっと食べてみたいと思います。あ、この卵のとこすごい美味しいですね。それでは、はい、こちらがですね、フリッタ専門店セモアさんのマルゲリータのパンですね。こちらちょっと割ってみましょうか。こんな感じですね。中はピザ風の美味しそうなパンですね。それではちょっと食べてみたいと思います。あ、普通にマルゲリータの味のするパンでした。はい、